ナンバー42、ケビン・コッサー。そして、ヘッドコーチは、ポール・フェナレ。以上、ハガオ・ファイバロー選手エビーです。さあ、そしていつものこの恒例の気持ちを一つにするこのアクション、そして戦いに臨んでいきます。打ちを伺おうというところ、もう一度戻してトラストリニが受ける。タップスコッター正面、この位置からまず打っていく、スリーから決めていく。34番児玉、この児玉の動きが大きく絡んできます。筑波が内に入ってくる、ゴールした。ここは落ち着いて42番ケビン・コッツァーが決めていきました。香川は6番の藤岡が決めていきます。9対6。茨城が3を決めれば香川が2を決めるというところでしたが、そして今のような正確な外シュート力も持っています。3の位置から打っていく小林です。ウッドベリー外に出して内に切り込む、この位置で待っている阿部です。3の位置から打ってくる香川。ゴール下は横一線に選手が並んでいる状況。ウッドベリーと高平、そしてこの位置にリースバウンが入ってくる。3の位置から打ってくる、正確性がありました。高平が決めます。追いつく、よく守っている。内に入れて前を向く、空想決めきった。アブドゥーラ空想、やはり中盤この香川がフパラギを捉えてきます。フパラギはどうする。タップスコット、フェイダーウェイシュート。コート上は要点よく、そしてタップスコット今全員に回りました。切り返してフェイダーウェイ、決まりません。セカンドチャンスを狙ったトラストリーニです。後半左右を見渡す、中に切り込んでくる、ジャンパーはリバウンド、ここもトラストリーニが速いフォローだ。スリーにつなげる、思わず味方ベンチを指さした。ウッドベリーに渡る、そこに空想がつく、長身対長身だ、かいくぐって決めていきました。パラキとしてはこの小寺、そしてタップスコットはファールもらっている。バスケットカウントです。見せましたタップスコット。藤岡のファールです。縦横無尽の活躍、タップスコットからアブドゥーラ空想、ライバルをかいくぐって得点につなげます。タップスコット、トラストリーに、タップスコット中に切り込んでくる、しっかり決める。点差は5点。さあ、そして残るは4秒3秒。攻める香川、高平のシュットは決まりましたが追いつかず、95対93。